ここで私たちダイヤモンドのイベントの告知に行きたいと思います。イエーイ。まずはハルル、ハルル。はい、10月18日この後ですね、3時からアイドルジェニックボリューム 1.2 がアズティック例えないかな、はい、1.2 ちゃうわ、2だよ。ごめん、あ、2ですねボリューム2がすいません。あるので、皆さんよかったらこの後ついてきてください。お願いします。お願いします。そしてその明日は、はい、10月19日2時40分からハクプロライブ、はい、チャーム新曲発表、きっといつか振り向いてライブハウス IMAG、はい、頑張ってくださいが岡山であるので、皆さんよかったら見に来てください。お願いします。お願いします。はい、ハルルお疲れ様です。じゃあバトンタッチして私から、10月26日に、間違えました、10月25日土曜日、私たちの月に1回の定期公演がアズティック鳥取であります。ぜひ皆さん来てください。そしてここには高校生以下の方がたくさんおられますね。高校生以下の方、はぁ、違います、絶対違う、絶対違う、はい、はい、おられますね。はい、なんとその方たちは無料で入れるということなので、ぜひブログとかでチェックして来てみてください。待ってます、待ってます、お願いします。はい、はい、そして次の日は10月26日日曜日です。10時から第12回若さのお肉祭りがあります。若さ駅の目の前でやるので、ぜひ皆さん来てください。そしてその夜は6時15分から、はい、第4回倉吉バイン祭に出ます。イエーイ、はい、よろしくお願いします。これも倉吉駅前でやるので、ぜひ皆さん一緒に楽しい夜を過ごしましょう。お願いします。お願いします。以上です。はい、それでは次の、あ、そうですね、私たちブログもしているんですが、3人の、はい、3人で1つのブログになっているので、毎日誰か1人が更新しているので、皆さんそちらもチェックして、私たちのツイッターもチェックして、私たちのフェイスブックもチェックしてみてください、はい、全部チェックお願いします。お願いします。はい、はい、それではラスト2曲の曲になりました。時差があったなと思います。しょうがないです、ね、ありがとうございます。はい、皆さんラスト盛り上がってくれますか。はい、じゃあいつものこっちこっちこっちやりますか。いいよ。じゃあ私の方から、私の方にいる皆さん盛り上がってくれますか。イエーイ、ありがとうございます。はい、左側の皆さん最後まで盛り上がっていきますか。ダイヤモンド。